スカウトの打ち上げスカウトは小さな人工衛星を地球の軌道に乗せるためのローンチビークルである。すべての弾が固体燃料である最初の多弾式固体燃料ロケットであった。スカウトは1957年にアメリカ航空諮問委員会のラングレー研究所で設計され1961年から1994年まで利用された。信頼性を高めるために 元は軍事目的に開発された既製品のハードウェアが採用された。NASA のファクトシートによると、第1弾のモーターはジュピターシニアとアメリカ海軍のポラリスの組み合わせ。第2弾はアメリカ陸軍の MGM-29 であり、第3弾と第4弾のモーターは海軍のバンガードをもとにランブレー研究所で設計された。スカウトの最初の軌道ダーげは、 1961年2月16日で大気の密度の研究に用いられた 7kg の人工衛星エクスプローラ9号を軌道に運んだ。最後の打ち上げはスカウト G-1 を用い、1994年5月9日に1998年まで運用された 163kg の軍事衛星マスティ -2 を打ち上げた。標準的なスカウトロケットは個体 プロペラントを用い、4段のブースターシステムから構成され、長さは約23メートル、打ち上げ時の質量は約2万1500キログラムであった。スカウト B の模式図スカウト X-1 による、初めての衛星の打ち上げスカウト X-3 と、アリエル2号スカウト X-4 と、サンマルコ1号第1段、アルゴル第2段、カストル第3段、アンタレス第4段。 アルタイル1950年代以末、NASA は個体多段ロケットを開発するためにスカウト計画を創設した。アメリカ空軍もこの計画に加わったが、NASA とアメリカ空軍では要求条件に相違があった。NASA のスカウトの基本的な構造は、スカウト X-1 として知られている。4段のロケットで以下のモーターを用いていた。第1段、エアロジェットのアルゴル第2段。 アッテックランチシステムズグループの XM33、カストル第3弾、ビエルの X-254、アンタレス第4弾、ビエルの X-248、アルタイルスカウトの第1弾モーターは、海軍のポラリスミサイルの初期のバージョンを元としていた。第2弾のモーターは、陸軍の MGM-29 ミサイルに由来する、ものである。第3弾と第4弾のモーターは、 海軍のバンガードミサイルを元として、ラングレー研究所で開発したものを採用したものである。スカウト X-1 は、1960年7月の失敗を経た後、1960年10月10日に初めて打ち上げに成功した。ロケットの第一弾は、4つの安定化翼を備え、機体は軌道を維持するために、 高度を安定させるためのジャイロによる誘導システムを備えていた。その他のスカウトの種類は以下の通りである。アメリカ空軍のスカウト計画はヘッズ、またはシステム 609A として知られており、ロケットはブルースカウトと呼ばれる。NASA のスカウトロケットの主製造者は LTV であったが、ブルースカウトの主製造は高度エローニュートラーニックスであった。空軍は 様々な段の組み合わせのブルースカウトを用いた。そのうちの一つは、XRM-89 ブルースカウトアイで、カストル2とアンタレス 1A 段を用いた3段ロケットであったが、4段目は、省いていた。XRM-89 の最初の打ち上げは1961年1月7日で、ほぼ成功であった。この飛行で、XRM-89 は、 ロケットの性能や高高度の放射について試験するための様々な実験機器を運んだ。ペイロードは再利用可能な大気圏再突入カプセルに収められたが、カプセルは海中から回収される前に沈んでしまった。1961年5月と1962年4月に行われたその他の XRM-89 は失敗し、 ブルースカウト I 計画は1962年に終了した。マーキュリースカウト1号 XRM-90 ブルースカウト2はアメリカ空軍のシステム 609A のブルースカウトロケットである。XRM-90 は4段で NASA のスカウトと同じ段構成であったが、4段目は3段目と同じ直径のペイロードの覆いで隠され、第1段のノーズルは翼の間に その広がったスカートを備えていた。そのため、全体として、XRM-90 は XRM-89、ブルースカウトアイと見た目の区別がつかないものであった。最初の XRM-90 は1961年3月3日に打ち上げられ、2期目は1961年4月12日に打ち上げられた。両期とも成功し、 バンアレン体の放射レベルの測定も行われた。2機目のブルースカウト2は、流星人捕捉装置も備えていたが、再突入カプシル。3機目の XRM-90 は、NASA により、マーキュリースカウト1号として1961年11月に打ち上げられた。これは、マーキュリー計画のために、軌道上に通信ペイロードを設置する試みであったが、 ロケットは打ち上げ28秒後に失敗した。この後、空軍は、XRM-89 と XRM-90 を廃止し、RM-91、SLV-1B ブルースカウトジュニアに転換した。ありがとうございます。